どうも田澤です。どうも和田です。例によって本編収録後に追加収録してるんですけど、お、なんですか、なんか納得いかなかったですか内容に。なんかいつも収録しきれなくて2週間後に収録して後につなげて続編をお送りしてますけど、はい、初めてその冒頭に持ってくるっていう新しいですね。あれ一応収録的には取り終えて、取り終えて、一応前回ちゃんと取り終えたんですよね。そうそうそう、本編ではね、まあ、論理的思考能力みたいなテーマで喋ってて、はいはいはい、うん、いや編集してましたけど、和田さんの陰謀論のコーナー良かったですよ。え、そんな話してましたまあテーマとしてはね、こういろいろニュースとかそういう情報を正確に読み取る力とかね、はい、そういう思考能力みたいなテーマで、陰謀論、都市伝説っていうものとどういうふうに向き合っていくのかっていうのを専門家の和田さんが陰謀論研究の専門家そうですね、うん、いやなんか今陰謀論でね、割とこうブームといえばブームなんですよね、うん、まあ、言い方がちょっとね、その陳腐かもしれないですけども、はい、割とちょっとそのバズる目的でいろいろコンテンツを発信する人たちもいるんで、うんうん、でやっぱちゃんとそこは結構その情報的になんか逆にその陰謀論の発信もなんかその洗脳されちゃうような、そう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 、ね、情報って結構多いんで気をつけないといけないなと、うん、結構ご家族が信じ込んでしまって困ってるってこと結構聞くし、そうですよ、まあ、だから、ね、ニュースとかにも最近なってますけども、だから昔で言うさ新興宗教にハマっちゃって、うん、まあ、それをこう友人とか家族に勧めちゃうみたいな感じで結構ドツボにハマってっちゃう人も出始めてて、社会的なその割とこう社会問題化これからちょっとしていくかもしれないようなものでもあるんで、気をつけないとね、そうですね、いけないなと、うん、だから、まあ、自分自身も気をつけるっていう意味で参考にしてもらったらいいし、そういう方がね近くにいたら、うん、諭すときにね、そう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 、ボキャブラリーの一つとして和田さんの話を参考にしてもらったらいいかなって、うん、思いますねいやね、本当に参考になればねいいですけどね、なんかそう、いや、まあ、あくまで中立的な、ね、立場でちょっと申し上げたつもりで、はいはい、この後その内容を話してるところがあると思うんで、はいはい、ちょっとね僕も、まあ、実際先週前回何話したかちょっと忘れちゃってるんですけどただね何かを否定してっていうよりもちゃんとその中立的な目線でね、ちょっと情報を取っていかないといけないよねっていうのをちょっとね言いたいみたいな感じはあったんで、ちょっとそういうただずまいで聞いていただけるとありがたいなと思いますけど、まあ僕前回言おうと思ってた話で重要な話をするのを忘れてて、これそもそもなんでその論理的なとかってそういう話したかっていうと、僕自身プログラマーエンジニアでね、うん、やってて、結構そこからそういうプログラミングみたいなの始めて初めて知るような考え方とかね結構あるんですよね、プログラミングって、はい、まあ、オブジェクト思考とかね、オブジェクト思考ね、難しい言葉ランキング1位ですよこのプログラミング始めてそれを理解できるかどうかのそのハードルがちょっとあるのがすごい難しい思考ね、ね、うん、あとまあほらなんかバグが起こった時にそのバグをどういうふうに探していくかみたいな、はい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 、って結構そのセンスが問われるしね、ありますよね、うん、そこね、うん、1個ずつその潰していく、はいはい、可能性を除去していってみたいな、結構本当にあれプログラミングやると養われる感覚だったりするから、確かにプログラミングは確かにその最たる例ですよね、確かにその矛盾があってはいけないものだし、うん、やっぱりそのケースを作っていく、いろんなこう何ですか、一つのケースからいろいろこう条件分岐していろんなパターンを作っていくみたいな中で、うん、多分その矛盾が絶対あってはいけないものだっていうと、あとはなんかそこを多分正確にこう把握していることが多分そのバグが少ないプログラミングの秘訣でもあったりすると思うんで、まさにっていう感じですよね、うん、バグがあったら絶対に悪いのは自分なんですよね、書いた本が悪い、まあね、うん、まあまあまあ、それがなんかいいんですよ、うん、人のせいにできない、そうそう、プログラミング初心者とかねあるあるとかで、うん、いや何もしてないんですけどバグったんですよねとか、いやありえないんですけどやるやん言いがちなんですよね最初のライブラリーとかのせいにする、僕は悪くないみたいな、でも絶対に書いた本人が悪いのがプログラミングのがいいとこだなって次回謙虚になれるっていうね、そうですね、うん、次回せずにはいられないんでしょうね、多分そのだから仕事のねその趣としてね、何、うん、か、うん、かあったら自分が悪いんじゃないかっていう考えの癖づけができるのが、はいはい、まあ、プログラミングかもしれないなっていう、いやいいですね確かに、うん
いや、そう、それで本編で言おうと思ってたんですけど、最近ちょっとしたツールをね作ったんですよ。Chrome 拡張機能。もうこの1年間なんか Chrome 拡張機能を作る1年間になっちゃった気がするんですけど、だいぶ僕去年まで毎年年に1つとかウェブサービスとか作りたいなって思ってた人間がちょっとスケールが小さくなってしまった1年間だったんですけど、いやいやいや、立派な開発だと思いました。だから前回もね、あの YouTube のチャプターエディットするやつとか、ね、あれすごいめちゃめちゃ有用だと思うんで、いいことだと思いますよ。そこはスケール感の差じゃないですよ。そうです、うん、そうですか、うん、まあ、ぜひちょっと使ってほしいんですけど、いつもコピペするテキストを拡張機能のところで管理しておいて、ポップアップの中からボタン1個でクリップボードにコピーできるっていう、それだけのツールなんですけど、僕いつもあのポッドキャストの配信の時に毎回同じテキストを貼り付けるんですよ。お便りはこちらっていうのとか、そうですよね、あとツイッターのシェア文言、大枠一緒で部分的に URL だけ違うみたいな感じだから、あれ毎回コピーしてたんですけど、そのために自分のために作ったのっていうのが。なるほどなるほど。まあ、それに限らず、なんか人によってはね、マーケターの人とか営業の人とか資料を作ったりするときに毎回このスプレッドシートに同じものを貼り付けたりとかする人とかいると思うんで、そういう人もし必要だったら便利かなと。めちゃめちゃ便利ですよ。コピペはね、ブルシットジョブなんですよ。コピペっていう、もう人類の結構最たる悪の象徴ですよ、コピペは。コピペの作業、あんなの人がやる必要ない。コピペというか、まあそういうなんていうの、同じようなことを書いたりとか作ったりとかするやつ。だから普段だったらあのメモ帳とかに貼っといて、それを全選択とかしてコピーして貼り付けるっていう作業をちょっと減らすっていう程度なんですけど、だいぶ変わりますよ。おかしい、1週間ぐらいかな、12人ユーザーがいます。あ、でももう12人12人いますね、まあ、作った後の、まあ僕自身がそれ欲しかったってもあるんですけど、僕は新しい技術とかを覚えるときに同時にプロダクトも1個作るっていう風にして勉強する癖があるんで、それも一環で、ね、自分で解決しちゃうのもね、それがやっぱすごいなと思いますよ。 JS のね、新進気鋭のライブラリフレームワークっていうのかな、スベルト。スベルトね、それを使ってみたくてなかなか仕事では使えないからね、そういうのね。そうそうそう、まあそんな話をちょっとあの、はい、今のプログラミングとこの作ったちょっとしたツールのね、はい、話をして、それを枕にして本編に入っていくっていう流れを考えてたのに、この話を全くするの忘れて、なんかふわふわしたまま喋り出しちゃってっていう、いや、そんなことはなかったけどねちゃんとあの本のね、本前提本を読んでっていうくだりはいつも通りスマートな感じでしたけど、いや、ただそれはさすがにちょっと大事なこと忘れすぎだろうなと思ったあの、いや、せっかくだから枕で追加収録するならなんか別の話しようかなと思ってたんですけど、全然、まあ、関係ないっちゃ関係ないんですけど、しかも論理的思考能力ともはや対極の話なんですけど、なんか会議とかで全然理解してないしピンときてないんだけど、めちゃめちゃ頭よく見せるテクニックを発見したんで、教えてください。すごい必要です、それ。まあ、目新しいテクニックじゃないんですけど、この間誰かが言ってたのかな、それで思いついたのか、ちょっときっかけを忘れたんですけど、資料とかで数値とかバーで出て、それに関してそのなんかコメントをしなきゃいけない時ってあるじゃないですか、だけどなんて言ったらいいか分かんないとか、そもそもその前提よく分かんないし、そうなんだよね、あるよね、分かんないってあるじゃないですか、よくある。そんな時に万能な、万能なワード数値に対してね、まあ高いと見るか低いと見るかですよねっていうこれでいつでも使えるっていうなんか分かってる感あるじゃないですか数字に限らず、なんか結果に対して、まあいいと見るか悪いと見るかですよね。なんかそのいいよね、肯定もしつつ一石投じてる感じも出るっていう、だから正直もう誰がどう見てもいい結果に対しても、まあいいと見るか悪いと見るかですねって言ったら、確かにそう考えたらそうかもしれないと思わせられるかもしれないじゃないですかちょっと浮かれてた自分がハッとさせられるやつね。これはね、いいと思いますよ、あ、だこれあの悪い、ね、数値が例えばその多分今この枕として多分いい方の流れの枕だと思うけど、悪い方でも使えるよね。そう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 、ちょっと落ちてる時に、まあこれ悪いと見るかいいと見るかで結構変わると思うんですよねそうそうそうめちゃめちゃ言ってるようで何も言ってないですか、ね、何も言ってない。ただでもポジティブだと思う、なんかその言い回しって、はい、なんかあ、みんながハッとさせられて、だから悪い場合でもいい場合でもポジティブな、でも全員一致で同じ認識なのにそういうことで撹乱させてしまう可能性ありますよ。あのあれでしょ、 CIA のスパイ の、 あの10個の掟してます、ね、 はいはい、あれの一つに入ってました、それ。あのみんなが全員賛成してる中で一人反対するっていうサボタージュの方法があるらしいなるほど
ただでもね、だってすごい人が集められてるのは理由があって、やっぱ何らかこうちょっとでも違うなって思った人が何か言うべきだからいるっていう意味合いもあるから、うん、でも違うと思えるならいいんですけど、うん、そもそも分かんないってことが多いじゃないですか多くないですか会議とかで。めちゃめちゃ多い。いやほとんどだよそれ。もう申し訳ないけど、なんかみんなが、うん、ああなるほどとか言ってるけど、えマジでみたいな、僕だけ分かってないのかなってあるじゃないですか。これねでもね、あのね、みんな分かってないのみんな分かってないの本当に、うん、でそんな時に渡さんどう思いますかって言われた時に、うん、まあいいと見るかはいいと見るかですねって言ったら一目置かれますよまあどの立ち位置なんだって話を言いますいやでもそうだと思うよ、うんうん、一目はね置かれると思う。だからコロナの感染者数で、はい、あの感染者数がバッと出た時に、うん、多いのか少ないのかピンときてない時に使えますか、うん、それ使えるね、はい。まあ、だからこれは、まあ、今ねちょっとグラフ的には増えてますけど、まあ、悪いと見るかいいと見るかっていうのはね、やっぱそこで見方は変わってきますよねそんなコメンテーターいる気がします、ね、いるよねこれね、いるよもう確かに何も言ってねえっていう。でも反論もされづらいっていう。反論もされづらい、確かに。反論するポイントがないからね。そうなんですよ。焦点がないんだから。いいね、いいね。それちょっと使っていきたいね、それね。でもちょっと負けた感ありますね、使ってしまったら。なんかいや、いいんですよ、そんなのは。うん、だってみんな分かってるようになって言ってるだけなんだから、基本的には。もはやでも、自分で言ったら、言った後ちょっと笑っちゃいそうなんですけど、ね。笑っちゃうだろうね。俺何言ったの何も言ってねえみたいな。そう自己嫌悪に陥る。そうそうそう心の声ずっと聞こえるからそこその後からいやね、これいうのはね処世術というところもね、うん、ありますんで、うん、そのやっぱその場が円滑に進むための、はい、そうある種の戦法でもあったりするんで、うん、いいと思いますよそういう。そうですか、うん、これだからでもねキャラクターのね持ってるその持ってるキャラクターによってはねちょっとね、はいはい、認識を買う場合もあるんでちょっとだから田澤さんが言ったらねあのすごいクレバーな感じに見えるなんかね もともと落ち着いた田澤まいでそういうこと言うタイプの人なんでなんか俺なんか田澤さんがすごいこと言ってるぞみたいないでも実際に僕はあんまりそういう上手な逃げのワードを発さないタイプだと思うんですよてか発さないようにしてるからまあねだからこそ、まあねうん、それを言った時に信用が失われそうで嫌ですけど、ね田澤は何言っとんねんそうかなじゃあ待ってます、うん、まあねうんいやそれでは本質を見抜けるしできないからそれ大丈夫だで僕のキャラクターよく知らない人だったら雰囲気で雰囲気ですやっぱすげえなっつってやっぱちょっとやっぱ一個目線上だなって言われる、ね、彼がそう言うなら確かにもう一回考え直した方がいいかもしれないってそうなるなるなるもう迷惑だもう決まったのにみたいな決まったのにまた考えるでもそれで帰りのための仕事っていうか、はいはいはい、そういう無駄な仕事があるって渡さん、はい、それこそ本編で言ってましたよね言ってましたよ分かったふりをする仕事があるって分かったふりをするだからそうですよまさにその本当はみんな分かってないのに分かったふりをして会議を進めるからまた新たな会議が生まれちゃうそうそうこういうあのワードで生まれていくんですよそういう仕事でもこれ僕らすごい経験あるよねいやあの、はいはい、今までのさ一緒に働いたやつでもさちょっとさこれ一回ちゃんと揉まないみたいなすごい決まってるのにてかとりあえずやれよっていう場合でもさなんかこういうことあるもんね確かにだからそれ言われた時に真意が分かんないから、まあ、まあそうしましょうかってなっちゃってまあ流されちゃったりとかしちゃうからなんか安直だったのかもしれないなみたいな、 なんかみんなが自戒しちゃうんだよねその魔法の言葉を言われるそうですね、うん、すごいちょっとこれだいぶモノハの剣だねそう考えると、ね、このそうそうそうキラーフレーズはそうなんですよだって本人もさまた新しい別の会議生まれちゃって苦しむそう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 この後の件詳しく聞かせてって言われたらどうしようってなりますよねちょっとその件でさ掘り下げてってもらえないみたいななんか言われちゃうみたいな確かに確かにまあ、でも大体の場合はその場大体みんなその場しのぎだから何も言えずに終わらずみんなも、うん、おーみたいなそうかみたいな感じになって、ね、みんな分かってないから突っ込めないそうだみんな分かってないみんな分かってないから突っ込めないみんな分かってなくてちょっと無言になりつつ顔見合わせるみたいな会議ありますよねいやあるよ本当にあるよで
あ、だから基本的に分かってないなりに分かってるふりをするのと、うん、分かってるつもりになってる人がいるんですね。だから間違ってるのにそれで進んじゃって、だからでしかも他の人もさ、なんか違うなって思ってるんだけど言えない、本質的に分かってないから言えない、突っ込めないから突っ込まなくてわけわかんない方向にプロジェクトが行くっていう、まだシステム開発あるあるみたいなとこもあるかもしれないけどそうですね、うん、全然要点は得てないっていう。でもあのだからこれで言うと、これからねあの流れる本編の話はすごい、これをなくすためのすごいいい思考法の話なんで、まあそのさっき田田さんが言ったプログラミングのロジックっていうのはそもそもそういう矛盾があって絶対いけなくて、あの正値をねもう0か1か0かでこう判断していくものだったりするんで、これはねこういうの撲滅するいい思考法だと、まあ改めてね感じましたよ。ただまあその本人が今このねキラーフレーズを言っちゃってたっていう、その思考法を紹介してた本人が、まあそこは、あでも意図せずいい感じの枕になりました、はい、あそうですね確かにね、はい、まあ、ただまあそのね作ったあの Google の拡張機能とはまあ全然関係ないんでしょう、あの話はちょっと全然関係ないですもう、まあまあちょでもちゃんとリンクは、はい、そうですね、貼ってくださいよそれね、うん、あとまあここまで話して期待を上げすぎて実は本編大したことないっていう説ねあるから、ね、うん、僕ももう自分話したこと覚えてないもんなって2週間でちょっと盛り上げすぎてるかもしれない、ね、確かに、うん、こう過去のことを正当化しがちだから人間はね、確かに確かに確かに思った以上に大したことない本編かもしれないんで、はい、こんだけぶち上げといて、まあじゃあそういうことで、はい、じゃあ本編の方をお楽しみください。はい、どうも田澤です。どうも和田です。なんとなくこう一般的に頭がいいとか悪いとかっていうのってよくまあ言うけど、それが実際具体的にどういう状態のことを言うのかなみたいな、あんま説明できなかった気がするんですけど、うん、よく分かりましたよ僕。もうすごいですね、分かったんですか全然分かんないですよ僕は。ちょっと読んだ本がすごい面白くて、思考力改善ドリルっていう本なんですよ。でこれなんか本の名前的にはちょっとこうドリルなのかなって感じなんですけど、中身がね結構教科書っぽいノリなんですよね。へえ、結構細かい感じのやつですね、なんかね、うん、そう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 、もうほんとね、なんて言うんだろう、目からなんか出てくるなと思って、あそんな、そういう本なんですか、鱗が落ちてあ鱗ね、あびっくりした、なんか泣きながらなんか涙流しの方が落ちてきました、鱗ですか、あすごいですね、そんな、はい、こんな読書家の佐田さんがそんな鱗出るレベルのこう日常で人と喋ってたりとかして、うん、でも僕思ったんですけど、なんかなんだろうな、要は言ってることがおかしい人とかっているじゃないですか、それでそれってこう価値観の違いなのかなとかって済ませてしまうようなところを、実はただこう論理的に物事を考えられてなかった気するだけだとか、はいはいはい、いろんなことがここに説明されてて、なんかいろんな分野のいろんなシーンでの答えが書いてあるような感じがしたんですよ。だからこそ僕もね読んでて、自分が苦手な分野の論理的に考えるのが苦手な分野も発見できたし、例えばでもあれですね、それこそこの番組でよく話すような話題は多かったですよ。ほうほう、例えばその、うん、電車の中で、うん、携帯電話であの大声で喋ってる中年の女性がいてね、その女性に対して隣に座ってたおじさんが迷惑なんだよって大声で怒鳴りつけるっていうこととかね、これもある種のおかしい状況じゃないですか。おかしいね、すごい。これは父親言動の一貫性がないっていう例で、うん、第2章でこの件について語られてるし、ね、はい、矛盾ってやつある、ね、そう、うん、あと例えばニュースの話とかで言うとね、うん、ニュース性と利用可能性バイアスっていうことで言われてるのが、例えば日本で1年間で起こる溺死の件数、屋外と屋内でどちらのケースが多いかってなると、うん、一見屋外って思うじゃないですか、うん、だけど実際これは実際どっちか分かんないですけど、うん、冷静に考えたら誰もが毎日お風呂入るわけじゃないですか、うんうん、そう考えると屋内でも溺死の方が多いはずなんですよね。だけどあそう、ね、うん、ニュースでは屋外でのニュースしか報道されないから、誰もが絶対に屋外での歴史の方が多いと思い込むんですよね。あそうか、はい、その目に触れてるものがそういう情報しかないから、まあ思い込みね、そう、ね、うん、あとまあ殺人と自殺どっちが多いかと思った時に、うん、殺人が明らかにその報道が多いからね、うん、そう思うけど、まあ、とかね、確かに。あとメディアの誇張の話とかだと、はい、医学の話とかだとね、
まあ、がんが治るかどうかっていう話になった時に、例えば P という物質について最近の研究によると、試験管の中でラットのがん細胞の増殖の抑制する効果が確認されたという事実があった場合に、うん、週刊誌は中高年に朗報、 P の摂取でがん消滅って書きますよ。要はメディアでの報道ってみんなこういう感じだから、うん、確かにね、うん、だからコロナのニュースとかでもそのちゃんと向き合っていかないと、うん、ほとんどその直感で信じてしまうような話って多いんですよね、うんうん、あとよくあるのが、例えば花粉症の時に知り合いからサプリを勧められたと、うん、そのサプリを飲んだらしばらく経ったら花粉症が収まってきたと、はい、だからこのサプリは効果があるんだって思い込む、うん、そういう人多いと思うんですけど、うん、実際因果関係があるかどうかわからないじゃないですか。わからないね、うん、だから因果関係とかで言うと、なんか因果関係吹っ飛ばして思い込むっていうケースは多い気もしてて、例えば健康だとやっぱ多くてなんだろうな、3食3食とか朝食ね、はい、とか例えば朝食をしっかりとってる人が痩せている人が多いっていう事実があった場合に、うん、じゃあ朝食を取った方が痩せるんだって思い込んだ間違いなんですよね、うんうんうん、っていうのは何でかって言ったら、例えば朝食を取ってる人ってただただ健康意識が高い人が多いってだけかもしれないし、そうだね、みたいな、だから相対的な、なんて言うんだろうね、もう少しちょっと俯瞰してみなきゃいけない事実ってたくさんあって、ピンポイントで見ちゃうとそう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 見えちゃうけどみたいなね、うんうん、3食もそうですかね、3食もそうだよね、もう3食なんてさ、あれ本当あれ広告から生まれたんでしょ、あれ1日3食ってなんかなんだっけ GHQ のなんかねそれを言いますよね、消費を促すためとかね、なんかいろんな理由があるらしいけど、うん、でもだから1日きっちり3食とっていうずるい言葉だなと思ってね、えなんかそれを前提とした言葉ですもんね、なんかさ義務感がもう生まれちゃうからさ、うん、まあ、あれはまあもうね、そういうある種洗脳的なところはあったと思うんだけど、そうそうそう、なんかそうそうそう、でもさやっぱりこのやっぱ思考力のさ話でさ、やっぱ一つポイントになってるのは、はい、やっぱいかに思考力が停止してるかというか、はい、思考が停止してるかっていうのはすごいありますよね。いや、なんかこう受け取った情報をさやっぱそのまま捉えてしまう能力って現代人すごい植え付けられてるなっていう気がしてて、うん、素直すぎるというかあの、うん、だからそれが真面目とか、うん、なんかそういう感じで捉えがちだけど、ただただ自分の頭で考えてないだけだったりとかするわけで、そう結局だから楽じゃないですか、人からが考えた情報をそのまま受け取るんで、うん、でさそれがさ例えばさあのちょっとその伝え方が悪かったりとかさ、ちょっと分かりづらかったりするとさ、うん、いや伝え方が本当下手だなこの記者はみたいなことを言いますがその思考するのは自分だからね、そう、うん、例えばそのさっきの話も因果関係が明確には分からないような現象っていっぱいあるわけじゃないですか、うん、だからこそ実際のだから1年3食もそうですけど、うん、別に3食を否定するのもまあそれはそれで変だし、そうだね、分からないじゃないですか、分かんない厳密には、うん、1日何食が正しいかなって分からないんだから、うん、その前提で自分で考え調べたりとかすることが大事なんですけど、一般的に言われてることが絶対正しいってそう思い込むしかないと、うん、いろんなことをただただ信じてばっかりいると、うん、わけわからなくなってくるし、そうだ、ね、仮にそれが間違ってた場合にその人を責めるっていう他責にするだけになるから、はいはいはい、はい、確かに、うん、まあその時点でもうある種自分のその考える機能っていうのをさ、うん、捨て去ってるようなもんっちゃもんだもんね、なんかね、そう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 、僕ちょっとね最近すげえ思うことがあって、はい、あのさやっぱりまあ僕らってこう会社でさコミュニケーション取るときさ、はい、いろんな人と会話するじゃないですか、はい、でまあさ僕らみたいにさ気の知れてる中だったらさもうそんな冗長なコミュニケーションしないんだけどさ、会社の中のさ中で行われてるコミュニケーションってなんか本当キツネのバカシみたいなコミュニケーションばっかだなって最近なんかすごい思うことが多くて、はい、なんかだからわざと分かりづらく伝えて、でよくよく聞くとだよ、はいはいはい、よくよく聞くとすっごい分かりづらくあえて伝えてるんだろうなっていうのをさもありなんとしてすごい難しいことを、大変なことを今やろうとしてるんですよ、はいはいはい、今大変なことに私は向き合ってるんですよって伝えようとしてる人の多さたるや、はい、はいはいはい、なんかちょっと最近そのヘキヘキしてきちゃってて、それに対してなんかそれブルシッドジョブだから、それ自体がこれブルシッドジョブでしょそうでさ、あの大半の人はそれをなんか素直に受け取ってるなって思ったんですよ、なんか、はい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 、要はその難しい情報を、いや難しくしてるんですよ、あえて難しくしてる情報を、うん、いやこれはちょっと深刻なあれですねみたいな風に反応する人がやっぱ多いんです、それで成り立っている、はいはい、
だからそれを深刻な情報として受け取った方が都合がいいんでしょう。だってそのまあそうでしょうね。だからまあそんな受け取る側も受け取る側でその方がいいっていうのがあるかもしれない。確かにね。そのさもシンプルなことを難しく言ってなんかその難解にしていくみたいなプロセスって、やっぱこういう結構思考の停止がしちゃうとすっごい負の連鎖が生まれるんだろうなっていうすごい最近感じるんですよ ね、うん、だからそのさっきのさ3色のさきっちりの話もそうだけどさ、はい、言い方じゃんみたいな、なんかそのあのいや卑怯じゃないですか、そのなんかそうなんです、ね、それを前提みたいな言い方するのってさ、これがこの終わりかけの番組での本題に入るんですけど、うん、これで取り上げてる事例として、うん、最後の最後多分これ27章のうち最後の方に出てくるってことは多分難しいっていうことで言ってるんでしょうけど、はい、うん、陰謀論都市伝説の話題があって、おそれ陰謀僕ね陰謀論都市伝説に関して聞いてて面白いなって思う一方で、うん、もやもやってするところは確かにあったんですよ、うんうん、それが何かなって思った時に腑に落ちたことがあって、知性的得に欠けるっていうことなんじゃないかなと思っていて、科学的に不誠実なところはある気がするんですっていうのはね、うん、陰謀論とかって反証がしづらいんですよね、うん、あの反対の証明っていう、うん、反証、うん、どうとでも言えるようなこじつけが多いじゃないですか、まあね、そうすると反証ができないから、うん、ある種ずるいんですけど、うん、でなぜ反証ができないことが良くないかっていうと、反証ができないと科学が前に進んでいかないっていうんですよね、あ、だからあの要は反証されるリスクを負って発信をしていくっていうことが科学的には得のある行動だって言うんですよ。だからその反証されることから逃げているような論調っていうのはなんかまあずるいなと思ってしまうところありますよね、うんうんうん、でこれがいろんな事例が紹介されてて、これ昔からこういうのってあったですって。例えばアリストテレスの時代、アリストテレス主義者が天体月とかは完全な球体であるっていう説を信じてたけど、うん、あのガリレオ・ガリレイが望遠鏡でね実際に見てみるとそこに山があったりクレーターがあったりすることを発見したと、うん、だからそれはデコボコしててね完全な球体じゃないってことを発見したんですけど、それに対してもともと球体だって信じ込んでるアリストテレス主義者の人たちは、いや実は月面上には目に見えない物体があって、うん、その目に見えない物体が完全に球体で覆ってるから、だから自分たちの主張は最初から正しかったんだっていうちょっと修正したりとかするんですって。あ、はいはいはい、うんうん、これ反証できないんですよね。まあね、そうですよね。そうそうそう、うん、どうですか、でも陰謀論都市伝説とかのカルチャーを詳しい和田さんとしては。そうですね、あの僕は専門専門的に学んでますね。まああのそうなんですよね、結構あとはそのなんていうんですかね、まあ要はその陰謀論とか都市伝説って世の中から見えていない隠れている情報っていう前提がやっぱそもそもあるじゃないですか、でそれをまあそれが隠されているという結構そのそういうねあの意見だったりすると思うんですけども、だからやっぱね隠されてるがゆえのやっぱそれがそのどう実証されるかっていうところがすごい難しいんですけども、そもそもでもなんかねちょっと待ってください、今言おうとしたことを、あ、そう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 、だから結局ね、あのなんか結構こう陰謀論とか都市伝説とか深掘っていくと、はい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 、結局ねやっぱねあの最終的には僕らが認識世界の話になるんですよ、はいはいはい、あの例えば多次元宇宙論とか、はいはいはい、あとは絶対的無の存在とか、あとやっぱスピリチュアルな方法であったりとか、はいはい、あとはそのもう歴史の実証が難しいやっぱ過去の古代の神話の話とかっていうところにやっぱり最終的には行き着くんですけど、はいはいはい、やっぱ陰謀論とか都市伝説っていうのは、だからねやっぱねそこってね基本的にねやっぱすごい人がロマンを抱きやすいところなんです、うんうんうん、なぜならそれだってすごい神秘的なものだからっていうところをうまく利用して、やっぱその神秘的なものは神秘的なままで曖昧な抽象的な存在で大丈夫だっていう、要はその実証できないやっぱさっき言った存在っていうところに落ち着かせるっていうのが、はいはい、そもそも正とされてるんです、陰謀論の世界では、うんうんうん、なるほど、そもそもだからそれは信じるか信じないかはあなた次第なんですからっていう委ね方をされてるんでね、あ、まあ、だからまあそれはだから受け取る側もやっぱそう受け取らなきゃいけなくて、はいはいはい、うん、そうですよね、そうだからそこはそうなんだよと、まあ、ただ考え方の一つであったりとかサイエンスフィクションのその文脈であったりとか、うん、あとはその人間の英知の話で言えばそういう話はやっぱあっていいなと思ってて、うんうんうん、
だからそれをどういうふうに受け取って咀嚼するかっていうところは、はいはい、まあ実際はその人次第ではあるんだけども、ね、うん、だそれをこういろんな視点を見させてくれるっていうところで、はいはい、ボロンはいいと思うんだけどね、うん、確かに。だから僕もそのなんだろう、あ、そういう可能性はあり得るなっていうところ止まりのはずなんですよね、陰謀論って。そう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 、うん、まあ、結局これって哲学の話じゃないですか。そうそうそう、 あるかどうか、人間がいるべきかどうかの話みたいな、うん、そういう話に近いんで、だからしっかりそういう思考力を自分で持った上でそういう陰謀論とかを楽しまないと、あの本当にの意味で楽しめなくなってくるっていうのはありますよね。まあそうですね、うんうん、だからなんかね、僕結構やっぱ陰謀論と哲学って結構実は似てるところがあって、なんかこの2つを同時に学ぶと結構、はいはいはい、あのすごい相性がいいんじゃないかなって、ね、思ったりするんですけど、なんかあの何でしょう、カントでしたっけ、カントがなんか純粋理性批判っていうんですね、はい、うん、なんかいわゆるその人間の英知を超えたことを人間が考えることっていうのは、うん、まあ、そもそももうその時点でロジックは破綻してるわけですよ、はいはいはい、だって知らないの、分かんないことなんだから、うん、なんかその中人間がこう分かる範囲で何かのこの発展であったりとか進展するための革新をしていくところが、まあ、人間の務めであって、うんうんうん、で、まあ、それ以外のことを考えても結局進むことはないんだから、そこにまあ、ね、あの着目しすぎて振り回されてしまった意味がないっていう、ね、うん、考え方があるんですけど、なんかでもまあそれもまあ極端な言い方っちゃ言い方なんだけど、うん、なんかそういう視点はあるべきだなとかね、うん、思うところはありますね。なんか、うん、まあ、でもまあここで書かれてるような話って、その要は陰謀論的な視点で論破しようとしてくる人、そうだね、でもただそれは反証しづらいから、うん、そうだね、ずるいよねっていうのはあるっていう感じですよね、うん、でもさ、あの風の時代僕あんま分かんないですよ、ね、よく言うけど最近。いや僕も何残っちゃって話って言われるんだけど、はい、なんかね、考え方が変わる時代っていうふうに言われてるんです、はいはいはい、だからその、うん、今までその物質的で価格的な世の中だったものがよりすごい概念化していくみたいな、土から風にみたいな、なんかね流行ってますけど、うん、これ本当に最近よく聞きますよね。なんかいろんな YouTuber の人とかポッドキャスターの人も触れたりするんですけど、結構だからね、今ムーブメントになっちゃってるっていうのはあるんですよね、都市伝説陰謀論っていうのは実は、はいはいはい、そのまあだからそういう結構今までこうなんていうの、オカルトっていうところで片付けられてしまってた神秘主義的なところであったりとか、うん、あとはなんだっけ、まあ、そういうだからスピリチュアルなところみたいなところが、はい、まあ、ある種なんかそのインターネットがさ、すっごい発展して、だからそういう情報がさ、はいはい、テレビでは言わなかったようなことが、まあ、どんどん回ってって、あ、こんな世界観があったんだっていう、やっぱりそのロマンを感じる部分もあって、それがゆえに結構そのなんて今までなかった価値観みたいなところをやっぱ発掘していく、結構マインドが今、はいはいはい、人間がねモチベーションが高いんだと思うんですよ。だからね、そういうのも受け入れていこうよみたいな、だそれは僕はすごい賛成ではあるんだけど、はい、ただそれと盲信はまたちょっと別ではあって、うん、やっぱさ、だからなんか多様性とか言うけどさ、うん、本来の多様性ってやっぱりいろんなものを、いろんな考えがある中でね、ある程度こうサマリを享受して受け入れた上で自分の考えを、ね、発掘していくっていうところだと思うんだけど、多分なんかそのどっちかっていうと今さ、力学はさ、これが真実だからこれに向かってみんなやっていこうぜみたいな、力学がさ、そう、やっぱ心がみんな弱ってる時にはそういう寄り所に、そう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 、ね、行っちゃうから、負のエネルギーをあえて生かされてるっていう、逆にちょっとそこは用心しなきゃいけないところでもあるっていう。そうですね、だから陰謀論もさ、あれも陰謀論なんだよね、うん、だからその言っちゃう陰謀論っていうものに振り回すための陰謀があるかもしれないっていう、はいはいはい、そうですね、最近なんか面白いですよ、 YouTuber、 その陰謀系の YouTuber とかのコメント見ると、はい、お前は CIA の回し者だろうとかってその陰謀を回してる、そのなんか伝えてるってことが、お前それは陰謀なんじゃないか、はい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 、関明夫ミスター都市伝説的アキオとかも、はいはいはい、あの信じてる、なんか本当ね、すごいファンの人もたくさんいるんだけど、うん、反面アンチもやっぱすごい多くて、お前が本当の黒幕だろうみたいな意見を持ってる人がいたりしてもうなんじゃこりゃみたいな、ね、感じで、なんだからなんだろうな、結局結論をずけてしまうことはが問題なのかもしれないですね、何事も。そう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 、まず材料の一つとして自分で考えようっていう、うん、そうそうそう、何事もね。だから都市伝説も、都市伝説とか陰謀論が悪いっていうことは全然ないと思ってて、うん、それを材料として考えられない側が問題があるっていう感じですよね。ですね。だからあのさっきの、あの本当この本が紹介してくれた通りなんですけど、うん、そのメディアの切り取りをそのまま受け取るなっていうのが一番、ね、あのある種答えっちゃ答えかもしれないね。だからそれ、うん、だからそのまま受け取っちゃうとさ、結局それはさ、陰謀論者が言ってる
メディアの扱い方と一緒だからさ、そう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 、それを自分たちを掘り下げて本当にそういうのどういう事実関係があってとか実証できる素材があるかどうかっていうのは、うん、ソースはやっぱりその享受して受けてる人たちが調べていかないといけないっていう気がするんですよね、うんうん、例えばこれはもう簡単な例ですけど、うん、例えばね近い将来日本で大きな地震が発生するだろうっていう予測はこれは反証不可能なんですよ ね、まあ、ねだけど実際に言った人がいてしばらくしたら地震が起きた時に、まあ、本当にあの人言ってること本当だって思ってしまう人もまあいると思うんですよ、まあね、この予言のパラドックスですよ、ね、そうそうそれは何かってちゃんと自分で考えていないからとは思うんですよね、まあ、確かにね、まあ、例えば毎日地震が起こるって予言してた人はいつか当たるみたい な、 なんか話でさ、だからやっぱでも人間の不幸なところでさ、やっぱ因果関係っていうところをさ、まあ、安直に捉えるとさ、なんか関連性があるんじゃないかってことは結構無理やりつなげちゃうさ、力学って働くじゃないですか。でも結構それが結構陰謀論のなんか、ね、原理的なエネルギーになってるところはあると思うんですけど、例えば、ね、練習問題でこんなのありましたよ、2012年の末に世界の終わりが来るという予言があったとして、うん、それを考えてみましょうと。でも現実では2012年には世界は終わらなくて、うん、この予言が外れてしまったように見えるじゃないですか、うん、だけどこの予言はまだ外れてないっていう主張をすることも可能であると、うん、それはどういう工夫をすれば反証逃れできるだろうか考えてみようみたいな。ああいいね2012年が指し示すものが別ないろいろあるのかとか、終わりというのが世界の終わりっていうバンドが流行ったことなのかとか、あとこれ陰謀的に言うとパラレルワールドでもう一つの世界の2025年で終わってる、その世界線の人がタイムリープして今の世の中に来て予言をしてる、いろいろ言いますね、またそれ、これもう定番ですよ、これ定番のやつ僕ね、でもね、なんだろう、そのいわゆるこういう論理的な物事の考え方、因果関係をしっかり認識できる考え方とかっていう、うん、これ本当はでもこういう考え方って義務教育でしっかり教えた方がいいと思ってて、そうだね、多分これをしっかりみんなが分かってるだけで、うん、世の中のいらないいざこざはなくなると思う。いや本当そうです、喧嘩とか、うん、まあただね、これ僕は陰謀側から言わせてもらうとそれが狙いですその思考力を深められると困るんですどうやって反証しようかな難しいでしょこれでもこれ何とでも言えるよ ね、 でもね、そうですね、考えてみると、ね、だからこのなんていうんだろうね、その核さ、やっぱりこういう思考力を深められるさ、うん、コミュニケーションを形成できるコミュニティにいた方がいいんだろうなっていうのは思ってて、うん、あのなんかやっぱり今の日本ってすごい同調圧力の塊みたいな社会じゃないですか、みんながこれだっつったらこっち行くみたいな、絶対そうだみたいな、あいつは悪いやつだ、絶対もうボコローみたいな感じのさ、なんかそのみんな結構やっぱ考えることをさ、やっぱりもう放棄しちゃってるからこうなってるとは思うんで、だからなんとなくこういう考え方ができる人とできない人と大きく分かれる気がしていて、うん、あそうだね、多分、ここに書かれてるような一冊に書かれてるようなことって、全部理解できてる人と全体的にピンとこない人に大きく分かれるんじゃないかもしれないなと思っていて、まあ、ただ別に僕がどうこうって言われてなくてっていうのは僕も苦手なところはあったんですよ、うん、例えばどういうことかっていうと、僕が苦手な章があったんですけど、これ計算にまつわる直感と熟慮っていうとこで、例えばね、バットとボール合わせて1万500円、うん、バットはボールより1万円高い、うん、その場合にそれぞれ値段いくらかっていう時にやっぱりバットが1万円でボールが500円って思っちゃうじゃないですか、うん、だけどバットはボールより1万円高いんですよ。もし1万円と500円だったら9500円違うことになるじゃないですか。あ、そっか、そうそう、確かにね。だから正解は1万250円と250円なんですよね。あ、そういうことなんですか。そういうことなんです。そうか、これは僕ね苦手で、ややこしいかもね、ここに出てきた例題全然わからなかった。あ、そう、全体的に、うん、僕はだからこういうところが弱点なんだろうなと思って。それやっぱりなんかそうだよね、尺度の問題と、あとはその読解力理解力みたいなところなのかね、うん、なんか確かにでも難しいよね。そう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 、どれぐらいの含みを考えられるかっていう、思い込まずに。だから話の矛盾とかを捉えるような力と、また、ね、こういう計算的なね、直感でね騙されない計算能力を持ってるかとかって、まあ、いろいろ思考力にはジャンルがあるんだなっていうかね。でもなんかやっぱ練習が必要なのかもしれないよ ね、日々こういう、だからこれはドリルなんでまさにそうだと思うんですけど、やっぱりさ、もうそういうなんていうのさ、やっぱり世の中さ、よくできててさ、すごい分かりやすく伝えてくれてる情報設計の世の中にもだいぶなってると思うんですよ。そんな中で僕らはもう情報を受け取るっていう
ファンクションだけもう選べば大丈夫ですよって言われてるような感じなん で、ね、なかなか疑う余地っていうのがないから、そのメディアのその、ね、先行的な報道をそのまま受け取っちゃうって、うん、あ、まあしょうがないっちゃしょうがないところはあるんだけども、それをこう違う視点でこう見ていくっていう練習をすることで、あれ実はこうなんじゃないかみたいなことが生まれていくみたいなね、はいはいはい、だから僕ね、うん、この本27章あるんですけど1日1章ずつやってたんですよ。あ、そうなの、ちゃんとやってんの。1回ですかって読みましたこれちゃんとやってますね。すごい楽しかった。あ、うん、いいですね、はい、面白そう。共感することが多いから、うん、すごい楽しく読めると思うみんな、うん、こういうの大人になればなるほどね、おごりが出てね、そうそうそう、俺はわかるぜみたいな感じになってくんで、そういう人こそやった方がいいかもしれないよ、はい、うん、ぜひあの自信がある人もねおすすめなんで、うん、このちょっとぜひ読んでください。見てみたいと思いました、はい、うん、じゃあすいません、そんなところで今日は、はいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。